ガタンゴトンガタンゴトンって。そう、それはめっちゃ覚えてます。なんか水飛んできた気がする一回だけ。ちょっとつ猛進しょ。お花ありがとう。くるみちゃん冷静に見てるので私静かに見てますね。あ、そうですね、私結構静かにこうやって見てるかも。笑っちゃうんですよ映画とかって。あのさ、面白い映画あるじゃん、なんか笑っていいところね、あの笑うシーンあるじゃないですか、笑っちゃう時ってやっぱあるじゃないですか。でも映画ってさ静かじゃん、なんかシーンとしてるじゃん、すごいなんか恥ずかしくって、いつもなんかめっちゃ声を殺しながら笑ってます映画見るとき。やばい、聞こえるかもしれないと思って。周りが笑ってたらあのちょっとちっちゃめに 笑うんですけど、あの本当にあのあの笑うときあるじゃないですか、ドラマとか見てても。でも毎シーンってしてるからなんかどうしたらいいか分からなくて、でもめっちゃ笑っちゃう感じだから、めっちゃちっちゃくこうやって笑ってますいつも。劇場版プリキュア同時上映、クリミの大冒険公開中。内容薄そう。みんな見てくれるの、クルミの大冒険。リラくんありがとう。背景や環境はすごく覚えてる。あ、めっちゃ覚えてます私。蒸気機関車、あ、蒸気機関車ね、列車って言ってたね。香りはなかったです、映画館無臭って感じです。なんかそう感動するとこで笑ったりはしてないんですよ全然。でもなんか笑う時ってあるじゃないですか、やっぱり面白い時で。なんか映画とかってやっぱシーンってしちゃうから、なんか一人笑ってるのすごい恥ずかしくって、だから小さくなって笑ってます。自分だけ変なところで笑っちゃう感じなの。いや、多分笑ってる方はいると信じてる。なんか一緒に見てる子とかもクスクスは笑ってるんですけど、なんかクスクス笑ってたら私もう声出して笑っちゃうんですよ、なんかそういう時、面白い時って。だからクスクスこう笑ってます。でも本当にみんな笑ってる時あるじゃないですか、その時は一緒になって笑ってます。一緒になって笑ってます。笑っていいと思うよ。あ、本当ですか。めっちゃゆっくりしてる。カルバンはお花ありがとうございます。ゴーストバスターズはコメディ要素強めなのでおすすめです。あ、そうなんだ。リラックマありがとう。ドラマもなんかめっちゃ怖いの見てから私もう見なくなって。
あ、さざ、さだこ、さだこは私も見てないです。怖くて見れてないですそう、なんかそういうのはもう見れなくて。探偵系とかは見れるけど、なんかもうそっち系になるともう私本当に無理なんですよちょっと勇気を出してみないと。あ、ジャラジャラしたらどうだろう。でもゆっくりしてるからアバターどうしよう、この子をね、この子を真っ暗な部屋で寝るのは大丈夫？あ、全然大丈夫です。むしろ暗くないと私寝れないんですよ。なんか初めてのところとかは電気あってもあれだけど、なんかもう慣れてたら、お家とか慣れてたらなんか逆にちっちゃいなんか窓ちょっとカーテン開いてる光とかなんか気にしちゃうんですよ私。そうなんです、全部真っ暗にしたい真っ暗にして寝ます。リナックマありがとうございます。ありがとう、ハートもありがとう。あー、大病院選挙、あの鬼のやつですよね。あれは別に大丈夫、今やってるドラマだと全部見れる気がする全部見れる気がする。今日から俺見てた、あ、今日から俺見てました。ゾンビも、もうゾンビはむしろなんか現実にないじゃないですか。もうそっちまで行くと見れます。自分からは見ないけど見ようと思ったら見れると思います。イラクマありがとう。幽霊ダメだけどゾンビ平気って人もいるよね。あ、私そのパターンなのかな。でもなんかよく流れてくるじゃないですか、そういう SNS とかで。でもゾンビは全然見れます。幽霊とかなんかそういう感じだとヒットヒットあのちょっと上にスワイプはしますね。ホラー映画楽しいけどね。あ、そうなんですね。リラックマありがとう。幽霊はいるけどゾンビはいないんだ。そうなんです。まあ幽霊、幽霊なんかその幽霊いいけど別にあのなんか幽霊もし例えばですよ、例えばあの怖くない幽霊、本当にもう人間みたいな感じか超優しいハッピー幽霊、優しい幽霊、もうハッピーハッピーって感じの幽霊の感じだと見れるんですよ全然。まあそう、そりゃそうか。でもなんかもう怖い系まで行っちゃうと、うん、ダメなんですよ。わからないじゃんそれは。もう、もう心臓バクバクしちゃうからそれはやめとこうっていうやめとこうって、ちょっと見るのは遠慮してます遠慮してますあの自分からは見てないです全然。なんか伝わりますなんかはいはい、そういう系は。レインボースターありがとう。私はまあ見ないです。うわーとか、うーとか
あ、見ないですね。今のゾンビに見に行った、あ、今年、去年、こどっちだろう、今年か、あれ去年か、2022年、去年は行ってないです。でも今のゾンビも私本当に無理で、いや、もう行けるよ、もう行けるもう行けるけど、あの私もう本当にもう怖すぎて、それも大号泣。もう友達はあ、もうゾンビだイエーイみたいな感じだったんですけど、私本当に無理で、もう大号泣して一人で、あの別のところで待機してましたもう行きますよ、もう完璧です。ひよこありがとう。ゾンビって現実にいないの？いないですよ金縛りにあったら幽霊、金縛り私会ったことないんですよ、だからちょっとまだ会ったことがないです陽気な幽霊、そうですね、もう、うん、クリみたいな幽霊ならじゃあちょっと寝てる間に私がちょっと行きたいと思います。私は霊感ゼロ感なんで、幽霊見たことないです。私もないです。いやいや、くるみんって言ってくるような幽霊、あ、もう大丈夫ですね妖怪は妖怪ウォッチで可愛い目になりましたね。鬼太郎だと怖いけど、でも鬼太郎は私大丈夫だな、どうだろう、鬼太郎は私見れるんですよ普通に。ね、妖怪ウォッチ可愛い感じだよね。幽霊ともゾンビともお友達なんでご紹介しますよ。あ、それはどうもよろしくお願いします怪談話を聞くだけなら大丈夫なのかな。あー、まあ普通レベルなら、あのもうやばい感じだとちょっと本当に避難します、一人で。ゲゲゲの鬼太郎大丈夫です、私。なんかさ、そう、ゾン、あ、30分だ、ランキングを読まなくちゃ。そう、ゾンビ、ゾンビイエーイってなってる友達だったんですよ。でも本当にすごすぎて、いつかそっち側に行けるかなと思いながら号泣してましたねそんなこともありました。30分です、早いですね。あ、古いのは怖いかも。あ、そうなんだ。上側に行かないであ、昔の怖いんだ。あ、なんか私そう見れ、私見てたのじゃ、なん、最近のやつなのかな、わからないけど、ランキング読みますいきます。13位、くるみのバターさん、ありがとうございます。13位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイありがとうございます、ありがとう。12位、あ、お化けになったんだね。お化けさん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。11位、くるみのバターさん、ありがとうございます。くるみのバターさん、11位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。10位、つんつんくん、ありがとうございます。つんつんくん、10位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ9位、ポムポムプリンさん、
はじめましてありがとうございます。キュイおめでとう、ありがとうございます。イエーイ8位オレンジと青の服の方ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ7位リュウさんありがとうございます。リュウさん7位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ6位お魔女のワンちゃんお久しぶり、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ5位くるみのアバターさんありがとうございます。くるみのアバターさん5位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ良いくるみのアバターさんありがとうございます。良いおめでとう、ありがとうございます。イエーイ3位くるみのアバターさんありがとうございます。くるみのアバターさん3位おめでとう、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。そして2位お、なんて呼んだらいいのかな、白猫ちゃんでいいのかな、ありがとうございます。白猫さんありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして1位ラスカル、1位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、餃子羨ましかった、美味しそうだったよ、ありがとうありがとうございます。皆さんイエーイ、サルくんも一緒でした。今日は途中からでしたけどあ、スクショタイムしましょう。配信楽しかった、お疲れ様でしたって来てくださってありがとうございます。今日も楽しかった、配信ありがとう、ありがとう来てくれてあ、おやすみ、またね、バイバイ、かわいちい、ありがとうおやすみなさい。春巻き、春巻き、春巻きゲットだぜお疲れ様、ありがとう。お化け、ありがとうございます。今片手が使えないので片手だけどゾンビ、イエーイ、イエーイ。かわいい、ありがとう。イラックもありがとうございます。ね、餃子パーティーしたいですよね。あ、ソルくんとツーショット。ソルくん、ね、眠たいからちょっと下げますね。ソルくん眠たいのでゆっくりしてるんです。ごめんね。映ったかな、ちょっと。そう、そうだ、ソルくんいたんだった。ソルくんいたんですよ、実は。買い物行ってくるに。ありがとうございます。行ってらっしゃい。そこにいたんで、ここにいました。ではでは、皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。26日、We Are Second、よろしくお願いします。では、あ、ゆねちゃんとあんずちゃんに、星投げ。てください皆さんではバイバーイ、ありがとうございました。またね。あ、ソルくんこっち向いてます、こうなってますありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。金曜日お疲れ様でした。明日お休みの方ゆっくりしてください。お仕事の方頑張ってくださいありがとうございました。バイバーイ。良い花金を、ありがとう、良い花金をバイバーイ、ありがとうございました。またね、ありがとうございました。